ちょっとハッシュタグ書いてるね。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっとバタ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 って感じで、ピノちゃんがおしっこを外しまして、大洪水になりまして、今に至ります。くまさんありがとうございます。虹散歩32人目、やったね。あれ、あ、ちびみるちゃんありがとう。ユニコーンステッキいただきましたよ。こんばんは。さあさあ、引き続きカラオケイベント盛り上げていきたいと思います。ラシューさんナイスレインボースターありがとう。お、ビンジュースさん虹サポ35人ダンスありがとうございます。あ、ちびみるちゃんこちらだ。神尾かんでさんもありがとね。こんばんは。カフェラテいただきます。乾杯。うますぎな。おー、はい、ビースカスありがとう。ありがとうございます。ちょっと口内炎、口内炎おばちゃんでございます。口内炎ばっかできんのよ、嫌になっちゃうわ。飾りかわいいね、かわいいしょ。ももんがさんです、こちら。ペポさんこんばんは。スイさんありがとう。ありがとうございます。今日はね、10時15分までやっていこうと思いますよ。ちょっと待ってね。A と B どっちがいい？ B。So
乗り越えれば強くなること、一つ一つがあなたになる道は続くよ。せーの、ララ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 。これから始まるあなたの物語、ずっと長く道は続くよ。虹色の雨降り注げば空は高鳴る。西野のトークルーム、今日もスタートです。よろしくお願いします。ということで、エンジョイカラオケイベント2日目ですかね。皆さん、今日も盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。タカさん、マイクありがとう。びっくりしたよ、ピノちゃん。おしっこすんのかと思った。そこでピノがさ、今そこのそこでおしっこするのかと思って、ごめんなさい。歌ってる途中からそわそわしてましたね。寝ててね。おしっこするかと、しゃがむんだもん。急に投げますよ。お、あれ、わー、来ました。ありがとうございます。なんだっけ、南国 DJ ブースいただきました。ありがとう、ナイス、ありがとうございます。ちびみるちゃんからナイスな DJ ブースをいただきましたよ。なんだっけ、何 DJ ブースだっけこれ。ありがとうございます。すごーい、2時間のトークルームに南国 DJ ブースが設置されました。皆さん、よかったらいい経験でいきましょうね。今日南国 DJ トロピカルステージでございます。ありがとう。めっちゃピノに見られてるこれつけてさ一人で話してるから、多分ピノからしたらなんか大丈夫かなって感じなのか。おりこねんねねねんねしてね、そこでね。嬉しい、ちびみるちゃん、ナイスなスクショお願いします。最後らへんにさ、いい感じで撮れたら撮りたいな。サーシングドックス、シンデレラボーイみたいなのは聞いたことあるかもしれない。女神中央に寄りがち。これどうやったら、とあれ、あ、びっくり、あ、びっくりした。画面止まったからびっくりした今。画面が画面がめっちゃ固まったんで、曲選んでたらびっくりしちゃった。ありがとうございます。あきちゃさん、虹サポ36人目、ごめんね、私の画面も今止まっちゃったの、ごめんね。ね、あきちゃさん虹サポです、ありがとうございます。嬉しいまったりペースになっちゃいそうなので歌っていこう。みんな元気ですか、お元気ですか。重い扉を押し開けたら、暗い道が続いていて、
げずに歩いたその先に知らなかった世界、氷を散らす風すら味方にもできるんだな、切り取られることのない丸い大空の色を優しいあの子にも教えたい、憧れて砕かれて消えかけた日を胸に抱きたどり着いた答え、芽吹きを待つ仲間がふもとにも生きたんだな、寂しい夜温めるそびれたありがとうの一言を、日向でまた会えるなら丸い大空の色を優しいあの子にも教えたい、お昼はなんかちょっとお昼っぽいゆったりした歌が多かったんですけど、南国 DJ ブースが設置されたことによりイケイケな歌を歌っていくことにしますよ。やすさんありがとう。自分のキャラがよくわからない、どこにもいるような普通のタイプよ、だけど何かをしてみたい、猫をかぶってわけじゃないのにコミュニケーション全然取れない、だからぼっちでいつもいる、たった一人では何もできないけど誰かいてくれればどうにかなる、みんなでやるしかない、ファンタスティックサウ食パンカスタードにチョコレートに、それに粒あんもあるし三つの味よ、ファンタスティックサウ食パンどれが好きか人それぞれで、一つ選べないならまとめてしまえ、ハッピーなな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 な
何からやればいいか迷ってしまう優柔不断ってやつなのよ。友達なんて呼べる人いない、ただの知り合い、つかず離れず、ずっとぼっちが楽だった。だけど偶然が味方してくれたの。ある時気づいたら仲間がいた。なぜだか心強い。ノスタルジックさ、食パンカスタードにチョコレートに、昔はイチゴジャムだった。新しい世界。ノスタルジックさ、食パン3人よりはとってもお得。あの子この子私が集まるなんて。ゴーヤー、ありがとうございます。皆さん、あ、イズタンさん、ありがとうございます。皆さん絶対、あれ、なんだこれ、ありがとうございます。ごめんなさい、カミカミでした。皆さんぜひぜひ一緒に盛り上がっててください。カフェラテ飲んでるよ。ファンタスティックサブ、食パンカスタードにチョコレートに、それに粒あんもあるし、三つの味よ。ファンタスティックサブ、食パンどれが好きか人それぞれね。一つ選べないならまとめてしまえ。ハッピーなな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 。ありがとうございます。よかったら皆さんコメント、曲のリクエストお待ちしてます。そして今回紫の音符のランキング1位も目指してます。よかったら皆さん紫音符でもぜひぜひ盛り上げてくれたら嬉しいです。ジローさん2度目まして、ちょっと声がガラガラなんですがごめんなさいね。たけみちゃんありがとう。イズタンさんありがとうございます。ヤスさんもありがとう。何飲んでるの？カフェラテだよ。カフェラテですな。なんかリクエストありますか？
ですね。皆さんありがとうございます。ちょっと X でシェアしますね。ごめんなさい、画面いったかな。画面がカクカクしちゃう。大丈夫かな。映ってるかな。もふもふさんこんばんは。オンプロクエミラブ8。お、頑張るぞ。ちょっと待ってね。誰だっけ、ヤスさん、ダンスホール練習するね。ちょっと待って、ちゃんとねメモして残しとく。リクエストメモしてるんで、ちょっと待ってね。今ね練習してるのが、ワシューさんが多分リクエストくれたブルーウォーターってやつと、あと優しい美しいヒレ、あとは飛行機雲とかな。で聞いているのが、昨日リクエストくれた曲は一応聞いてます。ダンスホール、ミセス、オッケー。この8月はいっぱい新しい曲歌えるように頑張ろうね。ともに年たつながって、やっぱ時間するね。なんだか照れたりするね。そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、中身がいっぱい詰まった甘い甘いものです。泣き泣きの一日や自転車の旅や書き表せない、だっておいらも笑顔咲く君と繋がってたい。もしあの向こうに見えるものがあるなら、愛し合う二人、幸せの空、隣同士あなたと私さくらんぼ。ちびみねちゃんありがとう。わしゅさんもありがとう。もらったものはそう愛を感じ、あげたものはもちろん全力の愛です。やっぱいいもんだよね。挙動作業罰ゲーム、思いがけなく歴史はさらに深いけれど、一つでも欠けてたらとんでもなく足りない、足りない、足りない。二人の絆、笑顔咲く君と抱き合ってたい。もし遠い未来を予想するのなら、愛し合う二人、いつの時も隣同士あなたと私さくらんぼ。わしゅさん紫音響ありがとう。君とつながってたい。もしあの向こうに見えるものがあるなら、愛し合う二人、幸せの空、隣同士あ
かな。うん、イケイケクマさんが来たよ。あなたは風のように目を閉じてはゆっくれ、何を思っているんだろうか、まぶたを開いてたあなたの目はビートロ、少しだけ春の匂いがした。ありがとう。犬だけごめんね。まぶたを開いてるあなたの目にビートロ、今少し雨の匂いがした。泣きに泣け空よ泣け、泣いて雨のせい、通り雨草をなびかせ、羊雲あれも春のせ、風の今日を胸に春のせ、春を待つ。あの雲も越えてゆけ遠くまで。ありがとうございました。リクソンさん、ナイス音符ありがとうございます。そしてワシューさん、
き池田くまさんいただきましてありがとうございます。拍手ありがとうございます。ごめんね、クマあったらいいんだけど丸めとくね。どっちみち犬やな犬やった。音符声やった、ありがとう。ナイスも盛り上げです。皆さんありがとうございます。ジュディ&メリーの曲クジラ12号、誰だ、ジュディ&ジュディ、なんかね口内炎が、口内炎めっちゃ出るからね滑舌が悪くて、ジュディ&メマリー、マリーのクジラ12号。オッケー。え、初めて聞いたジュディ&マリーって、めっちゃね口内炎がやばいです。本当だ、ああランクアップ、え嬉しい、頑張ります、ありがとうございます。ちょっとね頑張りますよ。そばかす、そばかすってなんだね。銀メダルだって、ゴールド目指してこう。よし、そばかすって曲があるの、和州さんありがとう。ちょっとね滑舌が悪いの今日、なんでだと思う。ちょっと顎マッサージします。ピノちゃんがお腹出して寝てます、かわいい。よし、君がまばたきをする音、目をそらした音さえ、こんなにも安く聞き分けてみせるのに、時に病名を何としましょうか。誰も知り得ないはずの心なんてさ、期待もしてないよ。リトル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 さんありがとう、シュートに。寸分の狂いだってない、正確に記録されたジグザグに、それ以上意味はないはずだもの。故にどんな顔して笑おうと、カルテに書かれないことは信じるに値しないんだ、それが全て。心を吐いてる、心を吐いてる、それだけ。曖昧なものだ、見えないものだ、最適な治療法などこにもない。感情の判断はどうしたらいい、心境の分別はどうしたらいい、証明書もない不名誉が、エラー相手は脈を打つんだ、雨も雨ほどだっていい、静寂の塔を叩いたことづて、私はいつまで忘れてるつもりだろう。明日を繋いだ指で取りこぼしてきたものを数えてしまう、虚しさのままに。心を吐いてる、
信を吐いてる。本当は乱暴に君が触れてくれたら、ぽっかり覗く空白も埋められる。これが紹介、表情にメスを入れてしまう。愛情は遠いやと燃えてしまう。解剖できない手術台じゃ答えなんてさ、わかりやしないよ。数式で一切を証明しない。心という名前の不可解を素直になれぬ私のことを見抜いてよ。ありがとうございます。神岡姉さんありがとう。あ、かぼちゃまんさんですね。かぼちゃまんさんありがとう。おせんさんもありがとう。心を吐いてる、心を吐いてる。覚めない夢なんてここにないと教えて。感情の判断はどうしたらいい。感情の判断はどうしたらいい。心境の分別はどうしたらいい。証明書もない不明よがエラー吐いては脈を打つんだ。何回拒んだって振りほどいたって、そうやってまた優しくするのでしょう。この目が潤む病の理由は何なの。この病の名前は何なの。ああ。ありがとうございます。ワンシューさんもありがとうございます。お、りなたんさんこんばんは。マーチーさんこんばんは。ちょっと一体マッサージ。かやまやすさんいつも時代を感じる。ちょっとマッサージします。 OK OK OK。無限か、ただそこに愛を落とした。果てない色を溶かすように、キラシュの月を添えて、転がるように風を切って、つまずくごとに強くなった。光も痛みも怒りも全部抱きしめて、選ばれなければ選べばいい。声を轟け夜のその向こうへ、風に滲んでた。あんなに遠くの景色まで響き渡れ。何を奏でて誰に届けたって、不確かなままでいい。どんなに暗い感情も、どんなに長い葛藤も、歌と散れ残響。一人ませんや、互えない体を結べば、果てない色を任すように、人工の過去そう晴れ。この先どんな辛い時も、口先よりも胸を張って、痛い痛い目の狩りを全部辿るだけ。逃げ出すためここまで来たじゃないだろう。選ばれなければ選べばいい。声
残響ありがとうございます。給水給水弱さを味方につけた僕は誰よりも高く飛べるんだから、こんなところで止まってたらなくしたものが輝かなくなる。君がどこか迷った時に僕の心もさまよっていたら、見つけてあげられないんだ、優しさだけじゃなくその強さもわかってるんだ。夜明けの時さ最高到達点にまで一気に駆け抜けてゆくから、 Yeah 麻痺して笑ってるだろう、あの日々の痛みも過去だから、多分世界を敵にしながら崩れそうな足で踏みとどまる、 Yeah あと少しだけ動いてくれ、さあ復活の目覚めの時が来た今。目覚めの時が来た今。起き上がれずにこぼれた涙、顔の周りで水たまりに、息するのもギリギリで涙は味方のはずだったのに、わかってるな。立つ点にまで一気に駆け抜けてゆくから、 Yeah 麻痺して笑ってるんだろう、あの日々の痛みも過去だから、多分自分を敵に回した、それは強いようで脆いから、 Yeah 自分を味方につけた、僕は誰より強くなるはずさ今。最高到達点にまで一気に駆け抜けてゆくから、 Yeah 麻痺して笑ってるだろう、あの日々の痛みも過去だから、多分世界を敵にしながら崩れそうな足で踏みとどまる、 Yeah あと少しだけ動いてくれ、復活だ、目覚めの時が来た今。さあ復活だ、目覚めの時が来た今。綿菓子に
歌にもたまに目が合うことも深い意味なんてないのだろう。悲しいけど君が笑ってくれる、ただそれだけのことで僕はついに心の場所を見つけたよ。うるさくて痛くてもどかしくて、思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいい。もうすぐ花火が上がるね、君の横顔を今焼き付けるようにじっと見つめる。この胸の痛みはどうやって君に移したらいいんだろう。横にいるだけじゃダメなんだ。もう君の気を引ける話題なんて遠くそこついて、残されて綿菓子になりたい僕は言う。楽しいねて。あ、やばい、 DJ ブースとクマさん、イケイケクマがちょっと重なってる。かぶっちゃってるよ。笑顔があれならもう恐ろしい人だ。
君を惚れさせる黒魔術は知らないし、海に誘う勇気も車もないでも見たい、隣で目覚めておはようと笑う君を会いたいんだ、今すぐその角から飛び出してきてくれないか、夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、生まれた星の元が違くだって、偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか、君の恋人になる人はモデルみたいな人なんだろう、そいつはきっと君よりと年上で、焼けた肌がよく似合うようが好きな人だ、キスをする時も君は背伸びしている、頭を撫でられ君が笑います、ダメだな一つ買ってない、いや待てよそいつ誰だ、会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか、夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、君が他の誰か気になってたって、偶然と油かたぶらな力で僕のものに、この胸の焦りに身を任せ、君のとこへ走ったとして、実は僕の方が悪い意味で、夏の魔法的なもので舞い上がってましたって、怖すぎる落ちばかり浮かんできて、真夏の空の下で震えながら君のことを考えます、好きなアイスの味はきっと、会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか、夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、生まれた星の元が違くたって、偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか、好きなアイスの味は何ですか。ちょっと口に色がさないからさ、足してみるね。アイス大喜利したかった、やろうよ。高根の花子さんの好きなアイスの味はきっとって言ったらみんな答えるんですよ。思い浮かばなくなる。いいんです、あのピノとかスイカバーパルムイエーイみたいな、バニラ美味しいよね。なんかたまにさ食べるジャージー牛乳ソフトとかめちゃめちゃ美味しくないですか。なんかバニラってより虹が濃厚なさ牛乳の味が好き。ピノってアイスあるじゃん、うちのピノちゃんも起きちゃった。ピノって言ったからね、2時間ね、ごめんね。
盛り上がり4000超え、ありがとう。くしゃみ出そう、さっきから助けて、くしゃみ出そう。4000超えいきました。ハッピーバースデートゥーユー。くしゃみ出そうなんです。なんか鼻ムズムズするからこうやってくって塞いながらやってます。変わらない風景、最初を動かしたい以上で転ぶまま、白紙の人生に白紙の根が一つなっている。空っぽな自分を今日も歌っていた。君が主役のプロットを書くノートの中、トマタが水道、世間もニュースも主戦他人ごと、この人生さえほらインクみたいだ。あの頃ずっと頭に書いた夢も隣になるほど事故になった。人生はどうにも妥協ってできてる。心も運命もラブソングも人生も信じない。所詮売れないなら全部が無駄だ。わざとこぼした夢で描いた今に寝そべったままで事故を待ってる。ただただまぶた僕の目にまた一つ。人生は妥協の連続なんだ。そんなこととうに分かってたんだエルマ。君なんだよ、君だけが僕の音楽なんだ。この歌はあと80時、人生の価値は終わり方だろうから。ただ視界の愛も滲んだまま遠く思い出す空に花を泳ぐこの目合う愛に情ただただ。ああ
ラストスパートですよ。最後のチャイムが鳴り終わり、階段登って誰もいない場所まで、校舎の屋上風の中、錆びた手すりの上で頬杖ついてた。ここから見下ろす校庭は、部活が終わって帰る影の俯瞰図、長めのマフラー巻き直し、低い一番星をあそこに見つけた。誰からも邪魔をされずに、少しずつ暗闇に消える。
好き好きよきっとトントン虜になる男の子は先を急ぎすぎ多分好き好き好きよもっとゆっくり進みましょう甘噛みして二人じゃ出会っているのしつけみたいにハウスちょっと好き好き好きよだけどまだまだまだ弱もね女の子はみんな慎重なのちょっと好き好き好きよ恋は我慢が一番大事いつの日にかもっと好きになるだからたくさんありがとう。今日誕生日の人いますか？いない？今日誕生日の人いますか？いないかな？いないけど歌おうか。こっそりアイマスクを外してそれが合図だみんな一緒に鳴らすクラッカースイッチオンワンハッピーハッピーバースデーケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ君のためのパーティー始めようハッピーハッピー作戦は大成功誕生日覚えてたのさこんな大勢の友達が歌ってる君の頬に涙サプライズ紙のコップで乾杯しよう今日の主役は君なんだみんなの気持ち受け取ってよ寄せ書きプレゼントたった一度のセブンティーンさんセミの声が降り注ぐ夏ピースしながらみんなで撮った写真はタイムカプセル広い世界の片隅で同じ時代を生きてる今がきっと青春かも遠い先でいつの日か思い出すだろう321ハッピーハッピーバースデー素敵な一年を一つだけ今大人になってそう
メガネキランさんありがとう。黒い羊、あとテンパリーさん、黒い羊好きなんですか？違う5月でした。一緒、ステックさん5月おソロだね。クラクラってどういう歌ですか？アンドゥさんのクラクラ。クラクラ？ギラギラじゃなくて？どっちもあるの？クラクラもギラギラもあるのごめんね、わかんないや。前髪短くしたら幼くなったやばい、もうおばちゃんなのに、おばちゃんなのに前髪パツンで犬の耳つけてるけど、みんな受け入れてね。それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生柄続きはしないことを。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから。グッバイ君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで
は綺麗だ。誰かが偉そうに語る恋愛の論理、何一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で叶った恋を抱きしめて、好きだとか無責任に言えたらいいな。そう願っても虚しいのさ。グッバイ繋いだ手の向こうにエンドライン、引き伸ばすたびに続き出す未来には君はいない。その事実に暗い、そりゃ苦しいよな。今日はさん、ありがとう。キーヌさん、ありがとう。天佑さん、ありがとうございます。グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、いやいや、でも甘いな、いやいや。グッバイ、それじゃ僕にとって君は何。答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがするのならば、君は綺麗だ。丸くないよな。とても綺麗だ。ありがとうございました。ペコリありがとうございました。ということで、予定してた時間よりもちょっと過ぎてしまったんですけど、今日はここで一旦ランキング発表をさせてもらって、今日は FC の方に移りたいと思います。なんかこの耳ね、なんかこうやってつけんだって本当は。でもなんかさ、可愛くないからこうしたあれれれれれ、どこ行くんだい。あ、クローゼットに行きたかったみたいです。ありがとうございました。頑張った頑張った頑張った。ちょっと私最近喉のね、ちょっと喉が調子が悪いんですけど、少しでも盛り上げていけたらいいなって思ってます。ありがとう。昼休みさんが初訪問です。いらっしゃい。今日お昼もあれだもんね、初見さんたくさん来てくれたから、ありがとうございます。ね、このまま1位目指していこうか1位なれるかな。ロードトゥーステラー、そう、ステラーをいただけるように頑張りますね。
ということで皆さんありがとうございます。リナタンさん、明日ケセラセラ歌うね。いてくれてるかな。リクエストありがとう。いつもよし盛り上がり。4200ってすごいよなありがとうございます。あ、もっちゃん、もっちゃん、もっちゃんが音符、紫音符頑張ってくれてたよ。ありがとう。総合2位ミラボー音符、5位頑張ろう。壁があるが頑張るぞということでランキング発表いきましょうか。ワシオさんは寝てしまったかな。第1位我らがワシオキャプテンです。パチ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 わしゅさん今日ありがとうございましたね。2回とも来てくれたのですごい心強かったです。爆速弁当かまして見てくれました。今日もありがとうございます。イケイケベアをくれたのはわしゅさんですありがとうございました。そして第2位キュオさん、ナイスナイス。キュオさんありがとうございます。最近いっぱい配信盛り上げてくれるのすごく嬉しいです。ありがとうございます。心強いペコありがとうございます。第3位俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるじゃないのよ。おせみさんありがとうございました、凝ったプロフィールちゃんと見ましたよ。ありがとう。ゴールドディロジアでしたね。間違った誕生日流しちゃったじゃん。第4位ステックさん、ナイス。5位天佑さんです、ナイス。6位渡辺さん、7位タカさん、8位モーちゃん、そして9位ナズメさん、10位ティラノさんは多分この人イカゴリさんかな。ナイストップ10 11位ヤースーさん、12位ヒズタン、あっやってもった。13位ヒララさん、14位リクソンさん、15エースさんでした。ナイスナイスナイス。そして徳明さん、おかちさん、こうすけさん、メガネキランさん、林さん、 BPM さん、陽一さん、キーヌさん、小寺にさん、くまさんなど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 、今日もねたくさんの方に2時間のトークルーム訪問していただいて応援してもらいましたよ。拍手ありがとうございます。ワシューさん起きてたよ体調どうですか？咳の方は良くなりました？おお会長先輩会長たん雷来たピエン。待って東京来ますかね。なんか雲が怪しかったの夕方。え来るかな。来たらさピノが怯え散らかすのでやめてほしいんだよな。かわいそうなのピノちゃん、ずっと怯えるの雷。どこ大阪の方かな。大阪は今日雨予報だったから雷ゴロ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 ピカゴロゴロピカーと怖い。やだねピノちゃんね、平和がいいね。私の住んでるマンションの頭上だけ晴れててほしい一日中積ストレー。でもあれだね、1ヶ月続
続くって言われてあと1週間ちょっとぐらいだよね。もうちょっと2週間ぐらい。8月中旬には良くなってるといいね。ねえ、やだよね。咳止まらないのってやだよね。ありがとうございました。和州さん無理せずに行こう。フェアリーバースってなんだ。土砂降りプラス雷、ね、NGN 雷 N 雷。ピナちゃん雷ゴロゴロだってやだね。雷 NG の N ですね。余裕で治る気がしない。やだね。でも私もさ咳ずっと引きずって去年さ薬難民してた時があってさ辛いよね。バタコさんが初訪問です。いらっしゃいです。マーリーコさん2度目ましてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。たくさんの人が見に来てくれるのは嬉しいですね。ということで終わる終わる詐欺をしてタラ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 やってましたがごめんね。会長さんありがとう。ということで皆さん、今日の配信もありがとうございました。火曜日そして明日は水曜日、週間の折り返し地点です。早いですね。頑張ろうね。ということで今日もみんなお疲れ様でした。今日も頑張った乗り切ったみんなが偉い偉いということでおやすみなさい。この後 FC 限定のインスタグラムの配信を15分ほどやります。イベント期間につき TikTok ライブの方はお休みさせてもらうので今日から1週間ショールーム、全力でやっていくのでよかったら皆さんまた明日も2時間のトークルームでお会いしましょう。それではバイバーイ。初見さんありがとう。明日もやるよ。